ねえマミー、お腹すいたからお金貸して役目でしょ。私今怖いの持ってないのよね。万札しか入ってないわ。それでいいよ、お釣りは返すから有金全部ちょうだい。使っていいのは1000円までだからね。もしそれ以上使ったら引きずり下ろして小間切れにしてやる。サイバトロンかな。あースパゲッティ美味しかった。ちょうど半分使ったから残り500円か。1000円分使わなきゃ損だから、お菓子でも買ってこよっと。これで1000円分使っちゃった。せっかくだしもう100円ぐらい使わせてもらおっと。マミーバカだから100円オーバーした程度じゃ気づかないでしょ。さーて、何を買おうかなーっと。あれ、財布が入ってたポケットに何もない。もしかして、落としちゃった？うわあ、よりによって財布丸々落としちゃうなんて、やばいって、やばいって。このまま帰ったらマミーに引きずり下ろして小間切れにされる。どうしましょう、どうしましょう。どこに落とした、どこに落とした。もしボロクズみたいな人は拾ったら猫回していくだろうし、交番に届いてないか聞きに行こう。僕のお母さんの財布届いてませんか？あ、財布届いてませんね。役立たず、一旦死ね。くそ、警察は何の役にも立たねえし、こうなったら自力で探すっきゃねえ。マミーと会う前に。あ、シェル、ちょうどよかったわ。ついでだしお金返して。証拠隠滅！危なかった。とっさに気絶させなきゃアウトだったぜ。今も心臓がバクバクしてら。マミーが目覚める前に財布を見つけなければ。だけどたった一人で財布を探すのなんて無理だ。メンタリスト大悟でも無理だ。あ、そうだ。あの手だった。ボーハラ三重士！ボーハラ三重士三条！オリジナル、俺たちは何をすればいいんだ？破壊か？破壊か？それとも、は、か、い？どれでもない。なくした財布を僕たちみんなで探すんだ。ち、探し物か。つまらん。文句言うな。オリジナルの僕がマミーに殺されたら、君たちも死ぬんだぞ。よーし、みんなで頑張るぞ。探してからもう1時間近く経過した。このままじゃマミーにぶっ殺されて臓器を売られちまう。一体どこに？思ったより大変だ。3人に増えたところでどうにかなるもんじゃないかもしれん。ボロクズを脅して連れてきた方がいいんじゃないか？ボロクズはすぐにチクりそうだからパス。それにあんな入主人公病患者役に立たん。おーい、二人とも、お財布じゃん見つけてきたよ。何？でかしたバカシエル。早速見せてみろ。はい、これ。それはちくわだ。はい、これ。それはちくわだ。はい、それもちくわだ。ちくわだらけじゃねえか。お前財布持ってきたんじゃなかったのか？ちくわしか持ってねえじゃねえか。財布もちくわも同じようなもんでしょう。おざっけ！もうちくわでごまかすしかないかな。早まるな、オリジナル。あ、いいこと思いついた。それはすごい。まだ何も言ってないよ。ボロクズが盗んだことにして、すべての罪をあいつになすりつけよう。あいつは前科があるからな、マサキ以外は誰も信用しないさ。さすが俺のオリジナル、シンプルに最低。マミーただいま。実はボロクズが僕の財布を盗んだんだ。だから財布がなくなったのは僕のせいじゃない。僕は全然悪くない。おい、なんでマミーがマミーの財布を？いやー、偶然竹蔵くんが持ってきてくれてね。イエーイ、財布拾ったぜ。これは俺に猫回されるために落ちてたに違いない。よって今からこれは俺のもんだ！竹蔵くん、それ私の財布よ。返してちょうだい。あ、証拠はどこにあるんだ、証拠は。俺の拾った財布を泥棒する気ですか？証拠なら財布の中にあるから見てみなさい。一発でわかるから。本当か？さーて、シエル。覚悟の準備はいいんだろうな。マミ、財布をなくしたのは僕の責任だ。だが、僕は謝らない。ところでマミーの財布に入ってる証拠って何だったの？ああ、私の裸の写真。マミーは変態だった。